エドワード・ブライス・エドワード・ブライスは、イギリスの動物学者である。生涯の大部分を、インドのベンガルアジア協会の博物館の学芸員として働いた。ロンドンに、織物賞の息子に生まれた。1825年に学校を出た後、薬学を学び、1832年から薬局を経営した。科学の高等教育は受けていなかったが、博物学に興味を持ち、 いくつかの自然科学に関する著作を出版した。1837年に薬局の仕事は失敗した。1838年にロンドン鳥類学会の学芸員の仕事をし、ジョルジュ・キュビエの著作の翻訳、中期を行った。後にチャールズ・ダーウィンの自然選択説に影響を与えたとされる自然選択の概念を含むとされる論文はこの頃発表された。 1841年にベンガルアジア協会の博物館の学芸員の募集に応じてインドに渡った。野外での調査を行うことは少なかったが、アラン・オクタビアン・ヒューム、サミュエル・ティッケル、ロバート・スウィン・ホーが集めた鳥類標本を研究し、1849年にカタログ・オブ・ザ・バーズ・オブ・ザ・エジアティック・ソサイティを出版した。1854年に結婚し、 乏しい博物館の給料を補うために、偽名で雑誌の記事を書いたり、インドとイギリスの裕福な愛好家の間で、珍しい動物の取引を仲介して生活費を稼いだ。この頃ダーウィンと手紙をやり取りする間柄になっていた。1857年に妻を亡くし、精神的に大きな打撃を受けることになった。1861年にイギリスに戻り西洋し、 翌年アジア協会の博物館の職を辞した。ダーウィンは1859年の種の起源の第一章で、ブライスについて、ミスター・ブライス、フーズ・オピニオン、フロム・ヒズ・ラージ・アンド・バリード・ストアズ・オブ・ナレッジ、アイ・シュッド・バリュー・モア・ザン・ザット・オブ・オール・モスト・エニーワンと述べている。また1855年に、アルフレッドラッセル・ウォレスの論文とブライスが、おおむねよくできている。ウォレスは、 私の疑問をうまく説明する。彼の理論によれば様々な家畜動物種は主へと発展したと評した手紙についてライエルとダーウィンが議論したことも知られている。1959年に科学者のローレン・アイズリーが自然淘汰のアイデアは1835年のブライスの論文から投用したものだという論文を書き議論を読んだ。ありがとうございます。